だってな、連続待って何回でしたっけ。今連続で40回になりましたね。40回っすよ。Hello there! 始まりました。モジスチャンネルです。今回はですね、トイック YouTuber ですね。初のトイック YouTuber とのコラボになりますけども、ジェットさんをお招きいたしましたです、ね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、ものすごい経歴なんですよ。もうですね、トイックですね、何回ぐらい受験されてるんでしたっけ。大体80回ぐらいですね。そして満点が今で63回。63回ですよ。すごい、80分の63とかって相当な割合ですからね。で、今だって連続満点何回でしたっけ。今連続で40回になりました。40回ですよ。すごい、40回連続満点。もうこれの今 3D のあれがボーンってボーンって出てますから、はい、いやいやいや、いやすごいですね。 で現在はどういう活動。今は特に何も活動してないんですけど、いや本当にそうなんです。なんだよ、フリーターみたいなよくわからない、活動、フリーランスで活動してるんですけど、はい、今は YouTube でも活動していて、TOEIC の授業とかですね、をやってます、YouTube で。はい、ぜひ、ですね、概要欄にありますので、チェックしてみてください。ありがとうございます。まあ、多分ジットブルーさんの方にも僕が登場しておりますので。あ、行きます、はい、はい、すごい、いや経歴です。いや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 みたいな、ここにこう言われたものははいみたいななりますよね。まあまあまあね、合わせて150回近く、ね、あ、そうですね、本当だ、はい、ね、すごい、あららいやすごい。その受けるきっかけは何だったんですか、トイック受ける。トイックを受けるきっかけっていうのは、元々は英会話講師やったんですよ。あ、そうです、ね、子供英会話みたいな。そこで、まあ、ちょっと最初子供英会話とか大人英会話を教えてたんですけど、その中でも週に1回だけトイックの授業があったんですよ、はいはいはい、教えなきゃいけないって。おー、そうだったんですね、うん、でそれで、あ、うん、まあまあ受け始めてたのかな、その頃は、うんうんうん、まあ、でもそこから、まあ、真面目に受け始めたのはそこからぐらいですね。もともとは留学というか、ワーホリ、ワーキングホリデーにカナダでに勉強中に受けてたとか、その辺なんですけど。ワーホリどこ行ってたんですか、カナダの。カナダのトロントっていう。トロントですね、はい、そうです、大都市ですね、はい、大都市でした。めっちゃ楽しかったんですけど、まあまあ、でも真面目に受け始めたのは、その帰ってきて就職して英会話スクールでやってた時です。学生時代は英語どうだったんですか。ね、高校までは得意でしたよ。あ、はいはい、もちろんもちろん、もちろんとか言って、ご教科あるじゃないですか、はいはい、世界史英語の順番でしたね。あ、が得意だったんです、うん、で、ま、でも大学では外国語学部に行ったんですけど、はいはい、英語じゃなくて。あ、そうなんですね。そうなんです。で、デンマーク語っていう、ね、北欧の国なんですけど。デンマーク語珍しいですね。そうなんです。でそこに行って、でもその時って英語使わなくてもまあ済むんですよね。はいはい、済むじゃないですか。当時は済んだんです。はいはい、あ、デンマークで英語を使わずに済んだんですね。そうです。あ、僕デンマークには行ってないんですけど。あ、行ってないです、ね。大学中は。大学中、あ、そう、なるほどなるほど。授業も特になかったし、はいはいはい、あったと思うんですけど、なかったようなもんなんで。で、卒業してする頃にはそうそう、トイック450点ぐらいだったんですよ。そうそう。で、社会人になって、社会人1回辞めて勉強して700点ぐらい取れて、うんうん、そのままカナダに行って帰ってきたら900点超えててみたいな。なるほどなるほど、そういう形だったんですね。はい、英語は好きではあったんですけど、複雑な感じですよね。複雑な感じで、ワーホリ行こうと思ってたのあ、それはそう、それも社会人1回辞めてフリーターやってる時に、そうだったんですね。TOEIC を受けて、なんかその時にたまたまなんか英語を聞いてたんですよ。英語だけに限らずでも言語が多分好きだったので、スペイン語とかも聞いてて、で受けてたらなんか730いっちゃって、はいはいはい、で、お、自分はできるって思うじゃないですか、はいはい、そんなんできるって思うじゃないですか、はいはい、そしたら好きになったみたいな。へえ、ワーホリもそれで、あ、英語勉強しようと思ってそうですね、うん、それで戻ってきて900点取って、で英語の先生始めるって。そんな感じです。あ、なるほど、900取って、で英会話講師を始めて。おっしゃる通りです。英会話講師はもうやってない。やってないですね、うん、3年ぐらい前に辞めたのかなぐらいです。そうなんですね、はい、でも今は全然もう YouTube で食っていけるぜみたいな感じ。そんなことはないんですよねってなるといいですね他の活動は
あ、なんか教材制作をお手伝いさせていただいたりとか、まあ、その辺ですかね。で900取れて、あ、満点はいつ取ったんですか。あ、それはソナイカースクールに通い始めて、通ってた通ってはないですね、はい、教え始めて2年ぐらい経った後ですかね。あ、まあ、結構6年前ぐらいだと思います。そう、大体毎回受けてたので、うん、なるほど。トイック業界どうですか、ハマったんですか。ハマったというか、こう周りに、まあ、そこまでトイック受ける人って普通いないんですよ、はいはいはい、うん、いなくて、あ、なんかなと思って、自分だけこう、はいはい、こう英会話スクールの中では自分はトイックできる人って思われてて、はいはいはい、まあ、そうなりますね。満点取ってたらそうなるんですけど、なんかこう誰か友達が欲しいなじゃないですか、はいはいはい、こう欲しくなってきますよね。似たような人がいないかなと思ってネット上で探して、そういうグループを見つけて、この世界という業界があるんだっての知って、はいはい、で、まあ、ともあと勉強会とかに参加してって感じですね。そうですね、当時、まあそうですね、ブログがやっぱりこうふわーっといって、うんうん、そういうコミュニティみたいなのがすごくできてきてた感じでしたもんね。僕からもそうですね、インターネットラジオとかやってましたからね。なるほど、そういう感じでだんだんコミュニティが、そうそう、その時はだから本でしか知らなかったんですよ、まあ、当たり前ですけど。ありがとうございます、知っていただき、いえいえ、すごいたくさんね、あの顔が出てきて顔が出てきて、はい、隠してますけど、そうです、マスクしてますね。なるほど、そういう感じで、あ、コミュニティでだん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 広がってってっていう、ね、そうです、そうです。あ、今やだってセミナーやったりもしてますもんね。時々やってますね、うん、そうそう、そういう感じで。これからもどうなんですか、トイックはやっていきますか。これからは、あ、それが実はこの間3月に、はい、40回行って、はい、40回やって、やったと思ったんですけど、実は4月受けないんですよね。あ、そうなんですね。受けれなくて、はいろいろ家庭の事情があって、はいはい、で、まあ、ちょっといい機会なので、はい、満点を取り続けるのをやめようかなと思って。あ、そうですね、はい、で、まあ、自分も YouTube のこういうチャンネルを持ってるので、そこで何かやろうかなみたいな。あ、なるほど。何かしら分かんないですけど、いろいろと今そうですね、解説動画いっぱいね、うん、上げてですね、ぜひぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。ぜひ、すごくためになりますので、す、見ていただければと思います。もう、あ、で YouTuber でもやってきます。そうですね、基本 YouTube であと2年後3年後ぐらいをめどに、なんかちょっと、まあ、食っていけたらいいなとは思ってますけど、難しいのかな、うん、どうなんでしょうね。わかります、僕も全然どうこの業ここの世界どうなっていくのか全くわかんないんで、YouTuber っていうのは、ね、そんなたくさんいるわけじゃないですから、少ないですね。ですから、ぜひぜひですね、はい、ジントブルさんのです、ね、チャンネルも見ていただければなと思います。ありがとうございます、はい、これからのです、ね、またです、ね、さらなる活躍に期待、ありがとうございます、わかりますけども、はい、ぜひぜひ頑張ってください、はいはい、どうも今回はありがとうございました。ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.